どうも皆さんこんにちは。忠内香織の奈良ガイド、日本領域を語るです。はい、ありがとうございます。今度ですね。2024年11月30日土曜日にタレントの南香織さんと一緒にトークイベントを行うことになりました。そのテーマが日本領域ということで。 あの私の手元にはいこの分厚い日本領域があるんですね。でこのお話がですねまあすさまじく面白いんですよ。ちちゃくちゃく面白いでもなかなかちょっとそのタイトルがとっつきにくいこともあって。 読んだことないし何だったら名前聞いたこともないや開いたことないや図書館にあるかもしれないけれども検索する気にもなんないわという方が多いんじゃないかなと。で私たちにいろんなことを教えてくれます。今回のイベントではこの日本領域というものをいかに伝えるか。 いかに知っていただくかというところに力点を置きたいんですけれども、まあ、まずちょっとこうどんな内容かを知らないとイベント行ってみようかなっていう気にもならないかと思いますので今日はこの「日本領域の面白さ」の一端をご紹介したいと思います。そそもそもでですすねねここののの本何が書かかれれてるのかこれはです、ね、平安時代の初め頃に成立した 仏教説話集というものですまあ,あの仏教っていうものがいかに大事で,でいかに守んなきゃいけないことを満載なのかどれだけ尊いのかみたいなことを、まあ、面白おかしいエピソードを踏まえて紹介する、まあ、そんな物語集なんですよ。 平安時代っていうのはですね、まあ、日本に仏教がやってきて大体400年ぐらい経った時代の頃ですおそらく日本人の多くの人は仏教を知ってるんですね信仰もしていたでしょうでもその仏教の真髄みたいなもうここが大事これが肝っていうところは分かってないんじゃないのかなっていう危機感を この日本領域の作者の方が持ったようなんです。で、これを仏教にとっての肝はこれなんだっていうことを分かってもらいたくって書き記した5本なんですよ。仏教の肝とは何か。それは、いいことをすればいい人生になり、悪いことをすれば悪い人生になるっていうね、このシンプルなこれだけなんです。 因が応報というやつですよね。で、まあ非常にシンプル、とても単純。でも、これを抑えてない人が多すぎると思ったのが多分作者の感想だったんじゃないかと思います。で、いかにしていいことをすればいい人生になるのか、悪いことをしたら悪い人生になっちゃうのかっていうことを、まあその、 わかりやすいエピソードでですね、えー、まとめて、で、これを読んだら、ああ、恐ろしい。善行を積まにはならんならんっていう風になるかと思うんです。で、まあ、私たちもこれを読んで、いいことしなきゃな。善行を積んで、いい人生にしなきゃなっていうことも,ももちろん伝わるんですけれども、それ以上に、当時の人々、古代の人々の暮らし向きとか、まあ、 どんなふうに生活していたのかっていう様子もわかるんですこれが面白いはい特にですね私的に注目なのはこの奈良時代そして平安時代初期の人々の食生活なんですよ一体何を食べていたのかそして何がご馳走だったのかはい今回ご紹介するお話に出てくる 古代最強のグルメ当時の人々が最も欲したごちそうとはズバリステーキです。<laughs> 昔にステーキあったんかっちゅう話なんですけどねあったんですよねこれがねで当然ですけど国産牛ですからね、はい、アメリカンビーフとかじゃないですからねめっちゃ美味しかったと思うんですけれども、えー、日本流期の中にあります第24話 閻魔王の使いの鬼の召さるる人の賄いを得て許しし得にしというお話をご紹介したいと思います。えこれはですね、まあ、あの、とある人が、まあ、ひょんなことから閻魔大王に召されることになって、で、炎魔大王の使いに 追いかけ回されることになったというそういう物語なんですけれどもちょっと冒頭読んでみたいと思います奈良の岩島は奈良の都の左京の六条五坊の人であった大安寺の西の里に住んでいた聖武天皇の御代に奈良島は大安寺の大般若教皇の費用として銭三十貫を借りて 越前の国の敦賀の港に行って商取引をした品物を運び船に積んで家に持ち帰ろうとしていた途中急に病気になって船を岸につけ単身家に帰ろうと思って馬を借りて乗ってきた近江の国高島の氷の滋賀の唐崎に差し掛かり振り返ってみると3人の者のが追ってくる。 一丁ほど後からである。山城の国の宇治橋に来た時、三人は追いつき、奈良島に寄り添って行った。奈良島は、どこへ行くのですかと問うた。その者たちは、閻魔王宮より奈良の岩島を飯イに行く使いだ。と答えた。岩島はそれを聞いて、お尋ね者はこの私です。何の訳があって飯すのですかと尋ねた。 まあこんな感じでお話が続いていくんですけれども、要はですね、奈良時代、平城京の時代にですね、岩島という男がいたんです。えー、彼はですね、えー、まあ大安寺のそばに住んでいたと、えー、そして大安寺で催す大般若京という経典を、まあ、一緒に勉強しましょうね、みたいな、そういう会を催そうとしたんですね。でも、 そういう会を催すにはやっぱりお金がかかるんですよ。お坊さん呼んでこなきゃいけないしその集った人にまあそのお茶出したりとかもあるでしょうしで費用を工面するために商いをしてまあ稼ごうとした元手の金を大安寺から借りたっていうんですでその金を元にして商いをしてまあ膨らまして 大,大般若鏡のお講習の費用にしようと思ってで、えー、取引が終わった後急にこう,う病がってなってしまってで馬を使って帰る途中になんか不審者が寄ってきてなんかなと思ったらあのこれだけでも情報量多すぎやしません 奈良時代のある男のこの背景っていうものがすごくこう出てるんですよね。で、これもすごく見どころだと思うので、ちょっとまとめてみました。こちらご覧ください。はい。まず第一ですね。主人公、奈良島という男性です。彼は大安寺のそばに住んでるんですよ。大安寺ってね、今もあるお寺なんです。この 平城京時代の人が奈良時代に大安寺のそばに住んでたっていうのがまあこう生きた人の残り香を感じられるような気がしてすごくいいなと思うんですね。でその大安寺で「半若講」という半、まあ、若心行を一緒に勉強しましょうみたいなそういった会を催した信じ深い人でした。 大安寺というお寺が奈良時代にこういうまあ一般庶民に開かれていたことそしてこの奈良島という人物をはじめみんなで般若心経のことを一緒にこう唱えたり念じたりするっていう会を開こうっていうまあ仏教に信心深い人が当時いっぱいいたっていうことを表していますですごいのはこれですよ。般若をするにもお金がいると で、そのために商売をして、軍資金を稼ぐために敦賀まで行ったって書いてるんですね。これすごくないですかあの、平城京でバイトでもすりゃいいじゃないですか。でも、敦賀までわざわざ商いに行く、それだけの才覚をこの奈良島という人は持ってたんですね。なんかつてがあったのか、この敦賀のあたりに、 商売にこう必要な,なんかがあったんですかねでこれも面白い。帰りに病気になったって言うんですよ。で馬を使って帰ろうとしたって言うんですね。おそらく奈良島は歩いて鶴ヶまで行ったんです。で帰りも歩いて帰るつもりだったけどにわかに病気になっちゃったから馬を使ったっていう。 馬のレンタルがあったんですよ <laughs> 面白いと思って一体馬の賃金はいくらだったのかそしてそれで家まで帰ってきたらこの馬は一体どうするんだみたいなこととか、まあ、今で言うと歩いて敦賀、えー、まで行ったけれども帰りはタクシー使ったみたいなそんな感じですかねべらぼうにお金かかると思うんですけどでそんな奈良島のところに不審者がやってきたんです。 で何やろうななんか私に用があるみたいやなと思ってたらそれがエンマ王の使いだったんですね。ここまで読みました。でこの後ですね奈良島が事情を聞くと「俺たちはエンマ大王の使いだ。お前をヒットラインに来たんだ。」っていうことを言うんです。でも奈良島はさっきも出てきたように大安寺で反逆を開催するために 大安寺からお金を借りてるんですよ。で、そのお金を軍資金にして、鶴賀で膨らます商売をしたんですね。なので、彼が、まあ、エン大王の使者にとっ捕まってしまうと、大安寺に金が返せないんです。さらに、繁荷を主催する主催者がいなくなっちゃう。だから、四天王がかばってくれてたんです。いやー、ちょっと閻魔大王さんの言うこともわかりますけどね。 この奈良島は大安寺から金借り取るんですわ。しかも、繁荷校を開催するっていう信心深いやつでして、ちょっと今地獄に連れてくのは勘弁してこれませんかねって言ってかばってくれたって言うんですよ。で、奈良島はその馬に乗って自力で帰れるぐらい命をつなぎ止めていたわけです。で、その後、事情を聞いた奈良島が、 ええー、俺地獄に行くはずやったんやと思っていると、この閻魔大王の使者が、本当やったらサクッと捕まえて地獄に連れてきゃよかったけれども、四天王が出てきたりして余計な時間をつくって使ってしまった。俺たちもう腹ペコなんやと、なんかないって言われて、<laughs> じゃあって言って奈良島は欲しい。 まああの干した飯ご飯をあげたっていうことが書かれてます。はい戻してください。この後ですよ。閻魔大王の使者たちに干しを壊してあげた奈良島はですねまあ,あさらにこの使者たちを接待するんです。まあまああのう、ー、ちで何か食べさせてあげますからって言って お食事を提供するんですよね。そしたら、この閻魔大王の使者たちがリクエストを出したんです。実は、牧クちんたち、好物があるんだよね。それは、牛。牛大好きって言い出すんですよ。で、牛の肉食べたいな。牛、肉、ステーキって言うから、 あ、はいって言って、奈良島は、まあその自分のところで飼っているまだら模様の牛を、まああげるんですね。で、おそらくそれステーキにしたんですよ。こうジュワーみたいな。そしたら、エンマ大王の使者たちは、まあ喜んで食べて、いや、お前には世話になったと。もうお腹いっぱい。こんだけ世話になったから、お前のこと助けたるわ。エンマさんのところに連れてくのはやめてあげる。でも、 手ぶらで買えるわけにはいかないからっていうので、ちょっとお前の生年月日いつ何年生まれって聞くんですよ。で、あ、えっと、天武7年だったかな天武7年ですって言ったら、その同年生まれの別の人を引っ捕られて地獄に連れてくっていう、そんなオチなんです。で、奈良島は、えー、ごめんなさい、岩島だったかな岩島は、 えなんと九十歳余りまで生きた長寿を得たっていうとてもこうハートフルなお話それがこの閻魔王の使いの鬼の召される人のまかないを得て許しし得にしという話です面白いでしょこういう話が日本領域にはてんこ盛りなんですで、これ以外にもこの古代の人々がどんなものを食していたのか その食べ物によって一体どんな人生が待っていたのかというエピソードとか他にも皆さんがよく知っているお寺の仏像が実はこんな秘話があってその秘話のために今私たちの前にあるんだとかまあそういうエピソードもてんこ盛りなわけです。奈良が好きなな人はももちろんなんですけれども 歴史が好きだったり昔の話が好きだったりする人が読んだらきっとですね、えー、これからの街歩きとか、えー、奈良を訪れる時の、まあ、とてもいい手がかりになってくれると思います。是非この「日本領域」ご一緒に読んで、えー、大爆笑して昔の人の面白いエピソードをーたくさん持ち帰ってみませんか ダブルカオリンの日本領域の話2024年11月30日土曜日大阪の歴史博物館で開催いたします。お申し込みは PTX で受け付けていますしもし PTX の使い方わからないという方がいらっしゃったら私かカオリンに直接ご連絡いただいたらその現地でね え手続きできるようなそういった計らいもしますので是非ともお申し込みお待ちしております待ってます。